ねえともくん、いきなりだけどライオンキングってハイエナのことを悪く書きすぎだと思わない？本当にいきなりだね。物語には必ず悪者がいるから仕方ないんじゃないかな。ともくんはハイエナのことを全然わかってないよ。みんなはハイエナのことを誤解しているよ。ハイエナは実はすっごく頭がいいんだよ。すっごくってどのぐらい？セントアンドリュー大学の研究でハイエナは霊長類より問題解決能力が高いことが分かっているんだよ。セントアンドリュー大学。こんな感じでこの研究では2匹が協力してロープを引っ張ると餌が取れる仕組みの装置を使ってハイエナとチンパンジーの問題解決能力を測ったんだけど、ハイエナはトレーニングなしで2人で協力して餌を手に入れることができたんだよ。しかもね、装置のことを学習したハイエナは未学習のハイエナに教えることもしたんだよ。どう？ハイエナめっちゃ頭いいでしょ。なんでミミちゃんが威張るのかわからないけど本当に頭がいいんだね。ハイエナは頭が良くてチームワークも抜群だから、実はライオンよりも狩りがうまいんだよ。ライオンの狩りの成功率は 30% なんだけど、ハイエナは 60% なんだよ。ライオンって実は狩りが下手だったんだ。そうなんだよ。ライオンキングではライオンこそが偉いみたいな描かれ方してるけどね。ライオンキングは嘘ばっかりなんだね。そもそもライオン虫食べないしね。そうなんだよ。あ、でもライオンとハイエナがめっちゃいがみ合ってるのは本当。ライオンがハイエナの獲物を横取りしたり、逆にハイエナがライオンの獲物を横取りしたり、何かと衝突することが多いから、ハイエナはライオンの赤ちゃんを盗んで殺すことがあるんだよ。強くなる前に殺すんだね。頭いい。でも残酷。それだけじゃなくて、わざわざライオンの生首を持って歩いて、ライオンを威圧するような行動も目撃されているんだよ。まさに犬猿の仲って感じだね。犬と猿の方がまだ仲良しかも。あ、あとハイエナってね、オスよりメスの方が強いんだよ。え？ハイエナは10匹から15匹ぐらいの群れで生活しているんだけど、一番下の位のメスよりもオスの位は下なんだよ。子供はオスメス関係なく親の位に依存するけどね。そして位の低いオスはめったに美味しいご飯にありつけなくて、骨だけとかご飯なしとか結構あるみたい。ちなみに骨だけ食べた後のうんちは真っ白らしいよ。オスの扱いがひどい。そうなんだよ。オスは骨ばっかり食べてるから歯を若くしてボロボロだし、だいたい4年ぐらいしか生きられないんだよ。ちなみにメスは8年生きるよ。ひどすぎる。それだけメスの力が群れの中で絶対なんだよ。オスよりもオスっぽいというか。あ、そうそう、そのためかわからないけど、メスには偽のペニスがついているんだよ。え？あくまで偽のペニスなんだけど、メスハイエナは性交、排泄、出産をそこからするんだよ。結構狭そうだね。出産が大変そう。そうなの。狭い産道を使うから 60% の子供が窒息で死んじゃうんだって。大変だね。なんでそんな体に。本当に謎だよね。多分男にマウントを取られないように偽のペニスをつけたのかな。そこまでして保ちたいプライド。地位を保つのは大変なんだよ。ということで今日はハイエナについてだったよ。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またねー。